こんにちは、つくみずログです。今日はこのベミコの、GoPro Hero 9用バッテリーを紹介しようと思います。こちらのベミコさんから提供していただいたものになります。まあ、こういう、GoPro の健康型の Hero 9ですね、これを使ってるんですけど、前世代までのヒーロー8と比べてバッテリーが大型化しました。で、撮影時間は大型化した分多少は伸びたんですけど、まあそれでも長回しをして、例えば車載動画とかを撮ると、やっぱ予備バッテリーは必須になってきます。で、まあ、この GoPro が純正で出してるバッテリーが、まあ、一番信頼性はあるんですけど、いかんせん高いんで、まあ、今回こういう互換バッテリーということで同形状のバッテリーを比較してみようと思います。で、このベミコさんのセットはバッテリーが3つと、この充電器ですね、充電器は3つ同時充電できるようになっています。で、充電端子は USB の Type-C の端子になってますね。で、こちらの Type-C のケーブルも付属します。見ていただくと、まあ、外形は当然同じように、揃っています。で、このいいなと思ったのがバッテリー3つと充電器が付いてくるんですけど、このバッテリー一つ一つにそれぞれこのケースが付属します。で、まあ、これは充電したバッテリー持ち運ぶのにも使えますし、この純正バッテリーも、当然同じサイズなんで収納することが可能です。まあ、予備バッテリーをいくつか持って、電池が減ってきたら交換してっていう使い方になると思うんですが、まあ、予備バッテリーを、まあ、こういうケースに入れて、保護しながら持ち運べるっていうのはいいと思います。じゃあ実際に充電していこうと思います。本体は、裏に USB-C の充電口があるので、そこに電源をつなぎます。で、接続すると LED が光ります。で、今回充電電流はこちらの電流計で、見ていこうと思います。今、5.09V、5.1V ぐらいで、まあ、0.02A なんでほとんど流れてません。バッテリーは、3つともある程度使った状態にしています。最初1つ入れます。で、正面は緑色の LED が光ってるんですけど、バッテリー差し込んで充電が始まると色が赤に変わります。で、電流を見ると 0.5A ちょっとですね。で、この状態でもう一つ入れてやると、倍 1.08 1.1A ぐらいまで上がります。入れてやると、フル充電、3つとも充電するモードになって電流量が 1.6A ぐらいになります。で、今回、これは、100V から、まあ、直接 USB アダプターつけて、電流計通して、充電してるんですけど、間に延長コード挟んだりとか、この充電ケーブルが長すぎたりすると十分に電流が流しきれない場合があるんで、なるべく3つとも充電する場合はコンセントから直接 USB-AC アダプターで電源を取るようにしてください。で、これ充電中も蓋は閉じられるんですけど、前回試してみた時はそこまで発熱はしなかったんですけど、念のため、まあ、放熱のために蓋は開けた状態で充電する方がいいと思います。はい、充電が終わりました。充電が終わると、全部緑色に LED が光ってます。
じゃあ充電が終わりましたので、実際に GoPro Hero 9にバッテリーを入れてみたいと思います。はい、ちょっとですね、この表面の皮膚の分が若干こう抜き差しに引っかかる感じがしますけど、まあ特に不都合がある感じではないです。はい、100% に充電できてますね。では、今からこのバッテリーの持ちを実際測っていきたいと思います。今回は 100% に満充電したバッテリーを使用して 4K 解像度60フレームで画面は常時オンにした状態で連続撮影を行って電池の残量を測りました。デジカメを後ろに置いて5分ごとに画面を撮影してバッテリーの残量をメモしました。撮影中 GoPro の温度が上がって熱でシャットダウンしてしまうので扇風機で冷却しながら測定を行っています。以上の測定を GoPro 純正バッテリーとビミコのバッテリーそれぞれ2個ずつ行って5分ごとのバッテリー残量をグラフにプロットしたものがこちらです。比較した結果を見ますと純正のバッテリーだと70分程度撮影してその後電池切れでシャットダウンしているのに対してベミコの互換バッテリーだと60分ちょっと撮影できています。グラフだけ見ると、10分程度撮影時間が短くなるような印象です。これだけ見るとやっぱり純正の方がバッテリーいいんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、そもそも価格が結構違いまして、GoPro Hero 9の純正バッテリーは1個3500円で、バッテリー1個とチャージャーのセットだと7000円程度します。でそれに対して、このベミコの互換バッテリーはバッテリー3個と、かつ3個同時に充電できる充電器がついて5000円なんで、単純計算しても半額どころではないんですよ。で、長回しして1つのバッテリーを完全に使い切れまで取るっていうことももちろんあるんですけど、ある程度の時間撮影してバッテリーの残量が少なくなったら新しい予備バッテリーに交換するっていうシチュエーションが結構多いので、そういう使い方をするんであればバッテリーの個数が稼げるベミコの方が便利に使えるんじゃないかと思います。あと3個同時に充電できるっていうのはかなり便利なんで、 GoPro Hero 9を複数持っていて同時撮影するという場合にも便利に使えます。ということで今回はベミコさんから発売されている GoPro Hero 9用のバッテリーについてレビューと比較を行いました。もしこの動画が参考になりましたらすくみずログのチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。